皆さんこんにちは、森崎アリスです。今日は、前回作ったこのですね、はい、100均の材料だけで作った血のりを使って何かメイクをしようかなと思いまして、今回は前回からですね、皆さんだいぶ本当にだいぶ前から1年くらい前から要望があったネイルを、はい、ネイルをね、ご紹介したいと思います。ハロウィンネイルとして紹介したいと思うんですけれども、一応これも特殊メイクの一つなので、皆さんよかったらやってみてください。で、今回は、100均にある材料だけで、まあ、この血のりを作ったので、せっかくなので、100均にある道具だけでハロウィンネイルをしていきたいと思います。で、今回は1本だけ親指にさせていただくんですけれども、5本ね、全部10本、ハロウィンにしていっていただけたらなと思います。それでは始めていきたいと思います。まず材料ですね、この、はい、血のりです。そして、このパレットは、昨日の、その前回の作った時の残りなんですけど、これだけ残ってるので、この端っことかね、この端っこの、なんていうんですか、このカス残りとかを使ったりとか、できればなと、様子を見ながらやってみたいと思います。はい。そして、こちらですね、爪のね、ヤスリ。180G ぐらいあった方がいいんですけど、ここのギザギザがちょっと違うんですけど、今日これしかなかったので、とりあえずこれ使いたいと思います。そして、はい、100均で売っている付け爪ですね。で、これ人によっても大きさね、いろいろあると思うので、こうやって合わせてみてください。で、ちょっと大きめでも大丈夫です。割れた爪を作るので、あとですね、このぐらいがベストかな。このぐらいのぴったり感がベストだと思います。爪自体を、固定しておくのに両面テープを使うだけなので、今回は、使わないかな、もしかしたら。はい。と、両面テープじゃなくて、もちろん爪のね、接着剤あるので、よかったらそれを使ってハロウィンは皆さん楽しんでください。で、これが、このパレットの中に入ってた筆です。なので活用しようと思います。で、これが今日重要です。はい。つけまつげのグルーになります。これで、いろいろメイクをしていくので、これめっちゃ重要です。そして、はい、今日また重要なもの、もう一個、コットンになります。これは、90枚入りとか、100均でも売ってるので、探してみてください。このチップ、ぴったりのサイズになってます。自分の爪ぐらいなので、ハサミで、自分の爪あたりぐらいまでね、こんぐらいかな、このぐらい切ります。これね、ほんと適当で大丈夫です。こんな感じで、ほんと、なんていうの、ギザギザな感じでこうやって切ってもらえれば、はい、あっちのりついてる、びっくりしちゃった。はい、ギザギザでね、こうやってね、切っていただけると、はい、こんな感じになります。こんな感じです。ここからです。半分に折ります。パキ。もうちょいかな。あ、いけた。よいしょ。はい。こんな感じで。おう。はい。こんな感じで割ってください。はい、では、このつけまつげののり、付け替えたいと思います。そしてコットンを、よいしょ、取って貼っていきます。ここのね、今塗った部分に貼っていきます。もう一回塗ります。よいしょ、そして、はい、貼っていきます。そして
はい、血のりの出番でございます。よいしょ、血のりを作ってくださいね。こうやって結構ドサッと乗っけちゃった方がいいかも。ここはこのパレットのちょっと中見てみましょう。おいちょ、開かない、おいちょ。で、パレットの中で一番濃いやつを使っていきます。余ってるのでね。あ、コットンこっちにあるの忘れた、すいません。こっちにもコットンですね。はい、ここら辺も細かくこうやって塗っていってくださいね。で、こっちも血のりと混ぜて、ここがいけた、はい。そして必要であればまたグルーを塗ります。これってどっちかな？こっちだと思う。このね、ここが、ちょっとね、この、ここが、要は見えちゃうと、あの、白いところが。はい、でちょっと今ちょっと塗りすぎたかな。ここ後で調節したいんですけど、ここの間ですね、間をちょっとスティックでちょっとカメラに映るところと、あの映らないところでのこの見え方がちょっと違うからね、なんとも言えないんですけど、私はでもやっぱコットンすごい大事だと思うので、あとはちょっとウッドスティック置いてもらったら、さっきの筆でねまた調節をしてください。筆でもうちょっとこう、血を出してる感をもっとね、この下の方にこうやって広げてもいいと思います。みんなささくれの時ってもっとこうなるでしょう、わーって、なんかその爪が剥がれる感じなんで、もっとこうなってほしいもっとなってほしい。あ、この感じです。あのコツとしては筆を横に使う感じ、横にこう感じです。こうやってやってもらうと、なんかちょっとリアルになるかなって感じです。なんでこれがこうやってこういう感じで、はい、で、この今度こっちがね気になる方はこうやってずらしてもらってもいいんで、要は割れてるからさ自由なんだよね。はい、それでは100均にあるものだけで作った血のりと、はい、このネイルチップで使
作るハロウィンネイルでした。皆さん10本ともぜひこの指でハロウィン参戦してきてください。それでは森崎アリスでした。次の動画楽しみにしててください。バイバーイ。